この番組は視聴者のためにパチスロライター木村魚拓が私利私欲をして大当たりと女の子のすっぽんぽん、そうスロとエロの融合を目指し奮闘する前代未聞の番組である。魚拓と成瀬の月とすっぽんぽん、もういいじゃん、グイッチャンペロッと、キモいよ。パチスロで勝てないパチスロライター木村魚拓と最強素人ナルセココミ&ガチスポで勝ち抜いたフロリダ帰りのヤベ姉、さあ月スポ史上初のクッパーを目指す戦いはスーパー海物語 in Japan with 桃太郎電鉄。アマデシタイプなのでとにかく当てまくるのが勝利のポイントだ。ルールはいつも通りシンプルに、実戦終了時点で最終出玉数が多い方が勝利。魚拓の頑張り次第では日向愛理ちゃんがセクシーショットを届けてくれるぞ、ご期待あれ。そしてムフフタイムは月スポ電鉄スゴロクゲームにチャレンジし、魚拓は見事にスペシャルラッキーを引き当て愛理ちゃんの魚群を探せることに。どれ？何やってんの？魚群を探してんだよ。今乳首触ったんだよ。魚群を探してんだよ。肝心の勝負の方はというと、魚拓がボンビー出現を含む3回の大当たり。おめでとうございます。いいな。そして成瀬も4回の大当たりで均衡状態。さあ先に抜け出すのはどっちだ。かわいい。かわいい。腹立つわ。さあそれでは勝負再開。成瀬は宇宙戦艦ヤマトへ移動、一発大逆転を狙う。これ撃ったことあったっけ？あったよ、勝ったよ。そしてマックスへ移動したはずの魚拓はなんとそのまま継続。多分このままだと逆転できないと踏んででしょうけど、成瀬が移動しました。俺本当は移動しようと思ったんですけど、だったらもう相手の自滅を待つと、俺はこれでさらに手玉を増やそう、手堅く手玉を増やしていこうと言ったわけで、てかね本当はね北斗無双を打ちたかったんですけど満席だったんですよね。あ、一台もありなくて、なるせかフーチャムと言って慕う北斗さんが早なしやろうっていうんで打ち始めてるんですけど、やばいっすね。あまり潤沢ではないお小遣いが今メリメリと減ってると言ったわけで、相当渋い感じで、渋い表情、ナルセ下手したナルセ以上に渋い表情で今ハンドルを握ってると。あれだね、国民の両サイドが当たるね。国民多分勝利の女神なんだよきっと。今日は自分が女神の日なんだよ。嬉しくないね。ハンドルが折れんじゃねえかぐらいの勢いで今握ってるんで、ね、まあ、あー来たー、久しぶりの魚群。あーって言われました。ふーちゃめに、ああじゃないですけど、もうさあ魚群、さあ綺麗に当てたい、綺麗に当てたい、よし、さあ射して揃ったのは5、 OK、 これが150回転、10回目のあたり、だい、もうすぐ、もうすぐ、まあよくある、あ、これ気休めって言いますね、日本ではこの国では気休めって言います。
さあ頼む、レンちゃん。さあ残り3、頼む。あーダメ、いっちゃった。これ4、あと2回転。あー来ない。さあ次ラスト6回転目。あーダメ、残念ながら。さあレンちゃんはなしと、あとは時短の引き戻し。50回転すごいっすね、ナルジャの台400回ハマってんすけど。そうね、99分の1なんですけどね。そして魚拓は40回転目で、 お2回。あーっとここで魚群721、魚群あー出てきた、出てきた。あーもう鉄エースが出てきました。ウェンジェルが出てきて、さあ当選コア7で当たり、じゃあ不動さんちょっと怒ってます、まずいですね、まずいですね。多分この俺今桃鉄でエンジェル出てきたんで保留連なんですけど、そのこと知らないはずなんですよ、気づいていないはずなんですよね。まあ、困ったな。さあエンジェル出てきてこう一発目。さあ魚群、さあ綺麗に1でストット、1回転目当たりました。あ来た。よかった。するとそこへハイエナされたナルセが登場。フーチャム大ピンチ。おい、あ、もう、あ、ナルセ来ちゃった。さらに隣のフーチャムの画面にご注目。あ、当たります。当たります。打たなくても、打たなくても当たります。あの今金魚群が出てたんです。